はい、えー、こちら。うん、これはね、ちょっと、急ぎで、えー、見に行ってきました。はい。これ、NSU HK101 ケッテンクラートでございますよね。はい。ケッテンクラート。でかいっすよ。ちなみに、サイズは9分の1。ミリタリーモーターサイクルシリーズ。えー、まあドイツやな。あ の、あ部分で、これな、シリーズナンバーがなんと、これね、2番になってるんですよ。これ。9分の1、欠点クラート。これってね、あのー、実はね、過去に、えー、何個か買ってるんですよ。メーカー変わってますけど。で、実はこれはね、えー、今回は、あ、長谷川、長谷川マークの、 ドイツ、ケッテンクラート、なんですよ。はい。ミリタリーオートバイシリーズ2番。で、こういうここね。え、イタリア、SC 社製車 c SC, SC やな。SC の、えー、きっと、長谷川が売ってる。え長谷川の前あるやろありますね。長谷川の前は、長谷川の前は、なんとね、あの、子供漫才。 あの、バンバンザイマークの前。子供バンダイで、実はね、子供バンダイで、やっぱ、欠点クラウト出てるんですよ。子供バンダイで。で、子供バンダイが、だから、日本で一番先なんかっていうと、この9分の1の欠点クラウトは、子供バンダイの前があるんですよ。子供バンバ、子供バンダイの前。え、どこのメーカーなん実はね、えー、G マーク。 見たことない人ほとんどですけど、G マーク、G やな、グッドの G に、横 iPhone で G マークっていうブランドがあって、そこがね、やっぱり出してるんですよ。9分の1。G マークってどこなん実はね、えー、軍勢産業の、えー、軍勢産業の前なんですよ。軍勢産業のマークも2回ほど変わってるんですけどね。今は GSI クレオスになってますけど、 軍勢産業の前の G マークでもこれ発売されてます。で、これがね、2番って書いてあるんですけど、2番。欠点クラウトの前あんのみたいなねあ、あるんですよ、実は。で、その前ってなんなんあの、実はね、えー、チェンダップっていう、あの、ドイツの、あの、サイドカー付きのオートバイがありまして、そのね、チェンダップかなんかが、 あ、実は一番なんですよ。これバンダイもそうなんですよ。これ長谷川エッシーって書いてますけど、あのー、バンダイ箱、バンダイ箱、えー、子供バンダイの、子供バンダイの欠点クラートも、実はシリーズナンバーが二番。一番はね、チェンダップのサイドカーがあるんですよ。それが一番で、これが実は二番なんですよ。で、人気は、 えー、残念ながら、やっぱり、えー、こっちの欠点クラウトの方が人気がある。で、この長谷川の次、長谷川の次はどこやねん実はね、えー、過去の動画見てもらっていいんですけど、えー、ドラゴン。ドラゴンね。ドラゴンからもね、また9分の1の欠点クラウトが出てまして、ドイ、ドラゴン。ドラゴンの9分の1の欠点クラウトも、 えー、おそらく同じ金型使ってるんですよ。だから、あーエッシー、G マーク、子供番台、で、長谷川、で、ドラゴン。この後はわかりません。正直。で、これがね、えー、実はね、あのー、お店でこれは売ってたんですけど、えー、正直ちょっと高かったんですよ。高かった。で、これいくらすんのんっていうことなんですけどね、えー、ここ。 定価ベースがーこっち書いてあるまだこっちやったかなこっちちゃうなここに値段がジェラットシールが4800円と書いてありましてねこっちかなちょっと手って余すわこういう時広いとこへえなここ4800円 4, 円ちなみにね、あのー、子供バンダイは子供バンダイはねやっぱり 4, 円なんですよ <laughs> このねあのー、9分の1の欠点クラウトが4800円っていうのがこう高いのか安いのかなんですよね。12分の1やったら12分の1やったらまあ日本やったら、あのー、オートバイが12分の1なんでわかるんですけど。 9分の1って、9って何なん,なんて ?9 分の1って。あのね、ヨーロッパではね、9分の1の方が、あのーマイ、メジャーなんですよ。9分の1の方が。例えばね、えー、レベル、ドイツレベルやな、とか、あと、エッシーもそうなんですけど、あのー、えっとね、わかりやすいやったら、プロターやったかな。イタリアの、 イタリアのプロターあたりが、イタリアのプロターのオートバイって、あれね、9分の1なんですよね。9分の1やね、イタリアのプロターは。12じゃないんですよ。ちょっと大きいね、9分の1で。これが一般的なんですよ、ヨーロッパでは。で、箱がこんな感じでね、はい。だーっといっぱい書いてありまして。で、長谷川って書いてあって、こう、そらく ST マークが貼ってありますんで、 えー、おそらく、えー、80年代ぐらいに売ってたであろうものが4800円で。実はこれ売ってた金額が、僕もこれ店でパッと見た時に、あれと思って、うーんって、うんっていう金額なんですよ。これタミヤ指数でかけたら、タミヤね、昔のタミヤの1000円が、 昔のタミヤの1000円が今だいたい3000円ぐらいになってるんですよ。ということはタミヤ指数でいった場合、まあかけぐらいまでやったらっていうところなんですけどね。できたら定価、こう4800円やからと思ったんやけど、定価をね、大きく超える金額で売ってましたこれ。で、長谷川、長谷川マークがついてるんで、あーって、実はこの9分の1の欠点グラウドはね、僕はあの子供バンダイ 子供バンダイが基準やねここは当時のねバンダイっていう会社はあのー、まあまあ,あ金型作ろうかねっていうのがあんまりある会社じゃない裕福な会社じゃなかったからあのモノグラムとかモノグラムとかのキットをねあのパーツだけ仕入れて箱詰めして売ってるっていうことをやってた会社やった時の9分の1があのー、これやっぱ1番がセ、えー、ンダップのサイドカーフィギュアなし。 2番が欠点クラウドやってで、その前の G マークっていうやつもやっぱり1番がセンダップ2番が欠点クラウドで今度長谷川で4800円4800円なーとかって店で言いながらちょっとまあ中見てみようかっていうことで、えー、開けて、えー、これが意外な展開になります開けています一応帰ってきてちょっときれいに片付けたからね あのー、ちょっと見栄えが良くなってんねんけどこれねこれあのー、正直今日店の人で、えー、笑ってた人何人か <laughs> お客さんも <laughs> おった時に多分ね笑ってる人が何人かおったはずなんですよパッと墓開けた瞬間一言目に僕が出た言葉っていうのが「汚」「汚」ってめっちゃ汚かったんですよこれ開けたらあのー、開けたら汚かったんがこの。 まずはこ,の説明書これだいぶ綺れいにしたんやけどもうボロボロやねんこれヨレヨレでほらヨレヨレの説明書が入ってて思わず出た言葉がね「来たな」って <laughs> ね汚来たな」って思わず言葉が出た店でレジんとこで「来たな」って言うのが聞こえた瞬間あの周りの人が笑ったっていうのは <laughs> 聞こえた人いてるはずやねんって。 たなとかで、言ってるところがでこれね、中見ていくんやけど、こういうね、あの、古いプラモデルの、もう、セオリーやと言っては思ってください。古いプラモデルは、まずはね、この、えー、説明書に、説明書に、パーツの展開図があるかどうかなんですよ。これ説明書に、パーツの展開図が、これ。これ、1番から順番を売ってるでしょ。 19、20とか27、28とかって売ってありますけどこのね展開図あるかどうかであの確認するのの時間がね全然違いますで。ちなみにですけどこれはあのパーツの展開図はあったんですけど、えー、袋はほぼ全開です。全開。もうこれ正直ねやめようかなと思ったぐらいやめようかなと思うぐらいあのもうあの中身が汚かった。 汚いいって言い方しとくわこれねなんで汚いって言われるのかって言ったら普通やでこうお店の人も納得すんねんけど普通こういうものをお金に変えようとしてねこういうものをお金で売りに行こうと思うんやったら普通やで普通やで常識論でやでこれお金に換えるために店に持っていくんやったら僕やったら間違いなく家で一回開けてると思うわ。 家で開けてから1回開けてで中身見て中身見てから店に持っていくはずやね普通はであればこれねあのー、パーツがあるないもおそらく見てから行くはずやねとりあえず持っていったらなんぼかなるやろうとかっていうそういう発想点はないはずなんですよこれこれこれねでちなみにですよたっ、まあ、って言ったと えー、いきなり全開で開いてたんがこのここのこのパーツやねんここあちょっと見てもらおうかだけ取ったらすごくよくわかんないこ,これちょっと他のパーツも見てるからちょっとごめんねこんな感じなんですよ ドイツ、ね、ヘルメットね。9分の1。ヘルメット。スコップ、ちなみに。はい。ヘルメット1個ね。下に落ちてね。ここにあんねん、ほら。ここにヘルメットがあんねん、ここに。パーツが外れてんねん。もうしゃない、ね、車内にこれ、エッシーとかやったら。で、パッと見たときに、あれないやん、部品が。ない、内部品がもうすでにあります。どこって言ったら、ここ、ほら。ないやろ、部品が。 これね、先っぽが尖ってるからおそらくこれニッパーで切ったはずなんですよ。でここもないね部品が。でこのね商品状態は、えー、袋が開封済み袋が開封済みで、えー、パーツランナー落ちありって書いてあったわ。確か。えー、袋が開封済みでランナー落ちありって書いてあったんやけど。 開けてきたなって言われたついでに言われたんがこうパーツがないですよ部品が一応全部あ,あの出すんやけど部品がないですよ言われてん、ね、のここの部品がないねここ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 実はここのこっち側やったかなここも1個ないね部品がどこやったかなここら辺で1個切れてるやつがあるねここ部品が切られてるやつがあね これでえ枝盤で見たらねこの2002021198200201203んとなくわかるでしょ何かっていうの198200201203あとないのがあここの253っていう,、えー、いうのもないんですよこの丸いやつがないねうん これだけパーツがないねん。で、これはおかしいやんて。で、これ、まあ、気づきの世界に、ね、これ、201と203って明らかに、えー、9分の1のシュマイザー、小機関銃やな。あの自動、自動機関銃のドイツ軍のシュマイザーなんですよね、これ。で、これがないっていうことは、おそらくこれを買った人がシュマイザーだけ、 ニッパーで切っってどんなんなかか見たかったとで今度はこれ他のパーツも順番に見ながらですけどあのパーツが落ちてるやつはあるんですけど他は一応あるんですよあるんですよ一回見てみる、うん、この下のシルバーのやつもああとかも1個だけパーツが落ちてんねんどこやったかな大きなパーツがここかなここに入ってなあかんパーツが 下に落ちてるんですようーんどこやったかなシルバーのやつは。これはあるねん。シルバーのパーツあって、ここ。ここもなんかあの空間が空いてるから、これってパーツあったんちゃうのっていうことなんですけどね、説明書上はこう一応ね、あるんですよ。ここはこの空間が空いてるのが正解なんですよ。ちょっと、待ってや。ちょっと、またな。散らかったら困んねんな。 でこれが枝あーちょっと降りよう。これが本体ね欠ッテンクラウトの本体ねデカールこっからはねあのー、正直汚かったですけど <laughs> 店でも笑ってました、ね、いつも笑う時は「汚」って言いながらもこの下側になってくると一応ね部品ねあの袋に入ってるんですよ 袋に入ってる袋に入ってて袋に入っててなおかつねあのー、まあまあ,あの枝部品の落ちがないねんこれ,これ。で今帰ってきてこれ、まあ、もう一回念のために確認した上で、えー、きれいにしてるんですけどねでこれが間仕切りど。 パーツがそんなにたくさんあるわけじゃないからなんですけどね。うん、で、これで一応、えー、ないパーツっていうのが特定されるわけやねんな。袋に入ってたら、あの、パーツが落ちてても、袋に入ってたらパーツが落ちててもね、後でなんとかなるからやねどこへガラガラっていってるやろ。結構落ちてるやつがあんだけどな。次か次か落ちてくんね部品が、これやり出したら。 状態はね、正直に、ね、あんまり良くない。良くないな。あ、ここに、でかいパーツ、ここにあったわ。ここにあったここにあったここにあっここにあでかいパーツが。で、結果としてなんですけどねあ、こういうのってやっぱりね、あの、性格が出るっていうのかな。持ってる人、持ってた人の。 今のやつだったら、パこのパーツで言うたら、これがないね。82が落ちてんねん。82が落ちてるんやけど、あって、ここが空間が空いてるんですけど、ここはパーツがないところなんで、結局、このキットでないのがね、198,200、201,203、で、この253かな。もしかしたら252やけど、このパーツがないことになんねん。 で、まあこれ説明書を次追っかけていくんですけどね。こんな風にして、えー、説明書これでもね、パーツが分かれへんかったら、順番にこの部品の数を追いかけていかなかんねん。外国製キットは 180F、160C とかっていうのが1個ずつあるかどうか全部見ていかなかんねこれ正直ね、一番長い時た1時間ぐらい、お店で1時間ぐらい見たことあるけど、 あの全部見なあかんねん、これ。23、24、20、24とかって見ていくんやけどね。まあ、これはまだ、あの、マシな方やったんですよ。で、これずっとパーツをめくっていって、あの、ないパーツ、さっき言ってたあの、縦長のパーツやな、がどこに使われてんのかっていうのを探していくわけやねん。これ。なんでって言ったら、あまあ、例えばエンジン周りの部品やったら、あの、ランナーから作れたりとかね。 あの枝から部品が作れたりすることがあるんでまあ一個に来ないぐらいやったらもう仕方がないかなもしくはこれやったら欠点クラートやからシュマイザーって言われるあのー、小気管重これやね,ねこれやねシュマイザーって言われるこの小気管銃だけがないんやったらだけがないんやったらこれね、えー キットとしててはは本体だけはあるっていうことになればねまた状況も変わってくるんですよこんなところのね、例えば71の E がないとかって言われたらもうもうもうこれはカン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 ってなんねんて、これは重要パーツがないのもアかんけど、シュマイザーがないぐらいやったらまだね、これいけるんじゃないのかなっていうことでずっとこれパーツ、ないパーツやな、説明書を折り曲げながらずっと探していくわけやねん。 今日はね、答えが一番最後のページになってん実はわざとペ,ページめくってんだけどねこの最後のところには答えがあんねんこれほら201203ね198200で252さっきねナイ言ってたパーツがこれねほとんどがこのシュマイザーって言われる小機関銃のパーツやねんこれ。 言ってやつが待ってや押さえるこれ一回もう一回持って戻そうかこれで見てもらたら分かんないけどねここ198200ね190200ね201203ねで202はね断層はであと ここやなこの丸いやつがない言ってたでしょここに来んねん答えがということはこれおそらくこの前の売りに来た人はあこのシュマイザーだけ、えー、先に切り取ってでえたっていうのかなでそのまま閉まったままになってで結果あまあ売りに行くことになって 店の人が検品ミスやってこれはもう実は店の人が認めてくれんねん明らかにあのパーツが落ちてると思ったけど9はうちの検品ミスですということで,でこの18っていうのはあのゴム製パーツなんですよ18番ゴム製パーツここにあるんですけどねこれがゴム製パーツシートとかのパーツなんですけどねこれのね18番はあのちゃんとついてんねんまだ だから、あのー、まあまあ、この、もこの人は、前の持ち主さんは、このシュマイザー期間中だけ、ちょっと作ってみたがって、で、そっから、この部品がなくなって、ないままそのままやった。っていうので終わるんですよ。もう説明書がめっちゃ汚かったよ、ほんまに。<laughs> 説明書があまりに汚くてね、汚なとかって言って、 <coughs> やねんけど、一応結果だけ言うと、えー、まあお店の人にね、えー、言ったのは、えー、シュマイザーって言われるこの機関銃やな、ここに説明書に書いてある、これが、このパーツがないですと。シュマイザーの部分がないんで、本体には影響ない。本体作るのには影響ない。ただし、えー、本体には影響ないけど、まあプラモデルっていう、まあ、あのもの、 コラモデルっていう構造上、やっぱり部品がないのは、正直あんまりよく、良くはないと思いますよ、って言って。それに高いお金はね、払われへんからって言って。高いお金は。で、お店の人に言うたんですけど、責任者の人知ってる人だからね。お店に、あの、このパーツがない状態で、高いお金は払いたくありませんって言って。けどね、って言って、安くしてくれんやったらもらっていくよって言って。いつも言ってんねん。これ本体、 欠点クラウトに影響がないパーツやから、安くしてくれんやったらもらいます。って言ったら、店の人がちょっと嬉しそうな顔して <laughs>、嬉しそうな顔して、え、本当ですかって言うから、まあ本体の欠点クラウト自体に影響があるパーツじゃないからねって言って、期間中がないだけやし、で、9分の1、これね、ここで出てくるね、9分の1の、この、9分の1の欠点クラウトやったら、 僕はあの、えー、ドラゴン、あと、ドラゴンと、えー、子供バンダイやな。で、あと、G マークって言われるやつも、複数個持ってるから、これはまあ、期間中がないだけやったら、安かったらもらって、まあ、作るように、作る方で回すからって言って、作るように回すからって言ったら、えー、まあ、安くしてくれるって言って、 で、これ、安く安、安いんやったらもらって帰りますって言って。で、基本的に僕の安かったらっていうのは、えー、欠品があったりとか、パーツ外ずで最近文句あんま言えへんねんけど、欠品があった場合、欠品があった場合の値引きはね、低価からその分引くっていう作戦でしか僕納得しないんで、低価、低価終わらへんかったら嫌やんねんって言って。で、結果として、えー 4800円以下。<laughs> 4800円以下で、これもらってきました。それやったらもらうって言って。でも、あの、シュマイザーがないってどっかに書いて、紙入れとくか、ああ、もう書いてすぐ作るわって言って、形にするからって言って、言って、今日、今なんですよ。今日だから、あの、車に乗ってる時のビデオが回せないねんだよな。不用品が出た店が、もう、もろ分かりするから、 諸分かれするからやけど一応ねえー、僕もたまにねあの言われることがあるから言っとくけど不良品を不良品を自分で分かってて自分で分かってて不良品を無知識な店に持っていく行為は正直ね僕は犯罪に近いと思いますよっていうことだけ言っとくわ。こう見せる人も言ってたから すいませんって謝ってくれるか。いや、お店が謝ることじゃないって。これおそらく持ってくるときに、珍しいキットではあるんで、珍しいキットではあるんで、持ってくるときに、パーツがあるかどうか必ず見てたはずやって。これは。僕やったらそうするもんな。お金は困ってないけど、持っていく前に部品がちゃんとあるんかどうかっていうのを検品されるわけやから、やったらあるんかないんかは、 あのー、見てから持ってくるべきやしって言ってでそれがないのを分かって持ってきてるとしたら相当悪質やって言って僕は分からへんけどお店は買い取った人誰か分かるわけやねんから次からもうその人から買い取れへんかその人から買い取れへんかもしくは一日預かりやなじっくり見るからって言って一日預かりしてそれでも置いていくんやったらあ時間のある時にゆっくり見るしかないやろって。 まあそんなところですか。はい。で、まあ一応、ええー、その話はここで終わって。で、ここ、欠点クラートとは、ドイツ国防軍機械化部隊では、第二次世界大戦中、多種類のセミトラック、反無限軌道形式の軍用車両を使用した、通称欠点クラート、正式名称 SD KFZ2 で有名なこのセミトラックは、無限軌道付きケタピラーな特殊車両では最小のもので、主として電線施設,やなご施設を主任部としたほか、部隊間の連絡通信を主とする作業部隊で活躍した。欠点クラートの欠点は、鎖でつなぐ、または連結するという意味、 クラートはモーターサイクルまたはオートバイの略。SDKFZ は、えー、これも言わとこはもう、特殊車両の略で、この2シリーズの分類はセミトラック軍用モーターサイクルに属し、開発メーカーはドイツの NSU 社である。NSU 決定クラートの名で知られたこの特殊車両は、1941年6月頃から登場し、 モーターサイクル部門としては最も大型で重く、セミトラック部門としては最も小型軽量、構造も簡単で特にクロスカントリー性が優れていた、普通の四輪自動車やサイドカー付きオートバイでは通れないような細い道を容易にスむことができ、また二輪オートバイでは全身不可能な荒れた土地や交作地、あるいは急行媒地でも 平気ででで行動でききるるのが大きな特徴でああとかっっててて書いてあってねちなみに、えー、サイズ全長 3m 幅 1m 全重量 1235kg 重た特にセミトラック駆動でありながら幅の狭いのが特徴で障害物を避けながら狭いところを抜けて前進できる特性を持つエンジンはオペルのものを改造したオペルオリンピアが水泥直列 ガタ4気筒 OHV1478cc36 馬力 <laughs>、えー、1400なんやみたいな当時の 750cc サイドカー付きオートバイに比べて、えー、格段に強い権利力を持つ、えー、後部には2名の同乗者が後ろ向きに並んで座れる席があるがこのスペースは通常は 作業物資を運搬用として使われるとかって書いてあって、これ。これ。確かにね、写真見たら後ろに二人座っているのはよく見かけるな。見かける。うん、これ。まあ、あの、現状保存でね、あの、実像可能なものがあったら、僕も欲しいなと思うな。欠点グラウトドは。欲しいと思うわ、これ。うん、っていう、そんなとこですかまあ、これね、えー、今日はたまたまね、 あのー、ちょっと用事があって出かけたついでに、あのー、お店に寄ったらたまたまこういうのがありますっていうことで見たんですけど、あのー、ちょっと訳あり品やな。箱が壊れてるとか、まあ本体には影響ないねんけど、あのー、付属品なんかがなかったりとかっていうのは、まあ、これからはこういうもんばが増えてくるんやろと思うんやけど、これもね、もし、えー、一週間、一週間いないぐらいで、 一週間以内ぐらいでね、この欠点クラート、9分の1やな、欲しいねんっていう方。あの、ドラゴンからも出とったみたいやねんけど、ドラゴンからも。うん、出てたみたいやねんけど、ドラゴンのやつはフィギュア付きやねん、確か。ソフビの。まあ、過去の動画探ってまたわかるけど、ドラゴンのやつは、あのー、ソフビのフィギュア付きやねん。で、これはもうふ、普通のあの、エッシーのそのままの状態なんで、 え、本体だけなんですけど、正直ね、えー、このね、9分の1シリーズやったら、こっちの欠点クラウドよりも、実はね、チェンダップかなんかのサイドカー付きオートバイの方がかっこいいねんです、実は。実はね、僕欠点クラウド嫌いじゃないねんけど、プラモデルとして見た場合はね、この9分の1やったら、チェンダップの1番の方がかっこいいねん、実は。 サイドカー付きオートバイの方がかっこいいね。うん、実は。なんでって言ったら、あの、この欠点クラートって、プラモデルとして見た場合ね、プラモデルとして見た場合、あの、部品の数が多いねんか。この無限起動って言われるキャタピラが付いてる分、部品が多いねんけど、その分ね、サイズが小さいねん。オートバイと比べて。サイズが小さいねん。だから出来上がった時の、出来上がりがね、おーじゃないねんって。 ちっさって <laughs>。後ろにあるこのタブレットぐらいの大きさしかないね。多分出来上がっても。9分の1でも。ちっちゃいね。これ。こう、ビッグスケールって書いてあるけど、うん、ちっちゃいね。ゲッテングラード。っていうところで、えー、これね。あの、ほんとにね、シュマイザーやな。シュマイザーのこのね、えー、小気管銃がない。これがないだけで、で、いいんやったらね、他は全部あるんで。 ヘルメットも3個あるし、うん、ヘルメットなんかもすごいで。このヘルメットだけじゃなくて、中のあの、メッシュ。それとあと、あの、顎紐やな。もう、あの、ゴーンパーツでできてるから、これ。ヘルメット3個もすごいで。うん、っていう、そんなとこですか。はい。まあ、これ一週間ぐらいやったらね、あの、僕もここのキャンピングカーとかに置いとくけど、あの、それ過ぎたんやったらね、 えー、実はね、僕、大阪から持ってきたプラモデルがあんのよ。あの、もう箱が、箱が傷んでて、もうこれはもう作ろうと思って持ってきたやつがあって、これがね、イレギュラーに部品ないやつ手に入ってるから、あの、綺麗な状態のやつと一緒にできないのよな、これ。部品がないやつは。あの、うっかりと誰かに渡して、うっかり誰かに渡してね、部品あれへんやん、言われたらうっとしいから、やねんけど、だから、あー、 今ね、この足元に置いてあるねんか。大阪から持っていた箱が潰れて、もう作るしかないかと思って持っていたやつ。そっちもね、すごい興味のあるキットではあるんで。外国製のキットで。で、もう一個まだね、車に積んであんねん。あの、箱が潰れて、上の箱がないねないねんけど、部品が全部あるねん。何って言ったら、NPC のミレニアンファルコンやねん。NPC のね、昔の。 ミネリアンファルコン、上の箱が潰れとって、重さで。シュリンクしない、シュリンクないやつやったから。けど、昔や、昔やったから、1000円で買ってたやつやねんな。1000円で買ったミネリアンファルコン、上の箱潰れてんねん。しゃーない、作るかと思って、持ってきて、熊田積んでやんねんけど、もうこういうのって困るのよな。部品はあるけど、箱がないとか。こっちは箱まあ箱もあんま綺麗ことないけど、 シュマイザーだけないねショックやで、みたいなところで。はい。まあ、欲しいからいらっしゃるんやったら、一応ね、4800円で、4800円にね、消費税かけたぐらいやったらね、あの、十分いける。今多分これ再販でどっかのメーカー出そう言うたら、多分日本のメーカーやったら多分1万円は超える金額やから、お買い得といえばお買い得やん、きっとやで。っていうとこですかね。 ほんまはね、違うやつが、ここにあるのよ。めっちゃ綺麗キットがあんねん、ここに。金属製の、あのー、通販でしか買われへんかったキットが、たまたま二つ、めっちゃ綺麗やつが手に入ってんねんけど、そっちやりたかったけど、こっち先映してもうたわ、みたいな。はははは。ところでございます。はい。